はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、新型コロナワクチンに関して、そして今までまあ海外渡航においてね、今までまあ海外長期留学駐在、その時って考えたら打ったことないんだよね。あとはその中でまあ海外回る中で中南米なんか行く前でかなり打ったんだけど、そのいわゆる海外渡航の際の、予防接種ワクチンに関してかなり打ってきたのは、その身でちょっと語らさせていただきたいと思います。今月からということで、もうそろそろ接種が始まります。これ会場に関してはね、だいたい8月くらいまで抑えてるということで、まあいろんなところから情報入ってますけど、その中で2月の、一応中旬って一応ね、来週からか、開始されて、そこから半年ぐらい続きます。1人2回打たないといけないということで、これはお医者様とか医療関係者の方からいろいろ聞き取り調査させていただくと、まず1回目を接種して2回目に関しては3週間後ということです。なので、まあ、3週間経てばもう1回打てるということで、ね、なのでもう1ヶ月もかからないということですね。コロナ禍でワクチンに関していろいろとね、中にはまあ不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。その中でワクチンに関してということで今回研究させていただきたいと思います。これは自分自身がね、海外渡航において数多く十何本もワクチンを打ってきましたから、ワクチン予防接種だらけの男です。その中で、ね、ワクチンがかなり入ってる男だけど、その中で語らさせていただきたいんだけど、まずは新型コロナということで、私はまあぜひね、これは打っていただきたいと思います。まあこれはね、ある宗教団体などがワクチンは危険だとかいうふうに言って、まあね、かなり今拡散しているのが実情なんだけど、ここはね、やっぱりしっかり冷静に考えていただいて、まずはこの動物実験を行われて、その後治験ということで人体実験を行われていた。そして、その後、市場に出てきているわけだけど、市場に出てくる頃にはかなり安全性が確保されているわけで、そして、イギリスとかね、他の国々でもワクチンが普及している中でということで、その中での、まあ、日本でということで、ちょっと遅らせたっていうのも、そういったところもやっぱり良、かったんじゃないのかなって感じがします。まず、基本的にワクチンというのは、これも 100% もちろん安全なものでないって確かなんだけど、ほぼほぼ安全ということだけは伝えさせていただきたいと思います。ただ、打ってはならない人、打たない方がいいっていう人は、例えばアレルギー症状、重篤なアレルギー症状を起こす方ね、失神するとかもうおかしくなってしまうぐらいのアレルギー症状を起こすような可能性がある方は、私はやめた方がいいかなって感じがします。これはお医者様からも聞いたんだけど、そうでない方であれば打っていただきたいです。これは例えば新型コロナに感染してそこから重症化する人は特にそうなんだけど、その中でぜひ打っていただいてということで、そっちの方がやっぱりね、死ぬ可能性が高くなるわけですから、亡くなる可能性が高くなるわけですから、やっぱりそのワクチンというのはやっぱりぜひ打っていただきたいと思うんです。その中でまあ海外行く際にね、例えば、ワクチンの、接種の証明書なども必要になる国も出てきますから、その中でまあこのチャンネルは海外行くことがね、好きな方非常に多いと思うので、ワクチンに関してはぜひ接種していただきたいと思います。自分も、ワクチンが接種できる段階になったらすぐに打たさせていただきます。その中でまあね、実際自分が打つところを、動画で撮影させていただいて、その後アップさせていただきたいと思うんだけど、それを楽しみにしていただければと思います。で、海外に行く際のワクチンに関してですね、今までまあ中南米行く前にかなり打ちました。これは何かっていうと、例えば黄熱病ね、英語でイエローフィーバー、あと A 型 B 型肝炎、狂犬病、破傷風、腸チフス、あとなんだっけかな、狂犬病日本の絵でね、他にもね、いくつか打ったんだよね、 A 型 B 型肝炎でということで、かなり打ってきました。で、マラリアに関しては予防接種がなくて、まあ、いわゆる予防薬みたいなのもね、買ったんだよね、1年ぐらい前。だけど結局、使わずじまいでということで、まあ、有効期限、消費期限が切れてしまうので、もう一回買うしかないんだけど、その中でもちろん一度も、調子悪くなったことない。まあ、注射打った後っていうのはね、それだけ打った中で、まあ、狂犬病なんかも結局2、3回打ちましたよね。で、なんだっけな、黄熱病は1回、腸チフス、破傷風とか、まあ、打ってって、2回打ったやつもあります。で、時間、間空けてもう1回打ったのもあるんで、その中で、まあ、打った後にちょっとなんか、脱力感があるなって感じる時あったんだけど、それ以外は基本的に大丈夫ですね。なので、まあ、基本的にワクチンっていうふうに言ってね、まあ、不安はある方もいらっしゃるんだけど、自分はもうワクチンをかなり打ってる人間なので、私はまあ、とにかく、いや、危険なね、まあ、いわゆるアレルギー症状ない方であれば、ぜひ、まあ、積極的に打っていただきたいかなって感じがします。それでないと、まあ、海外行けなかったりする国も結構出てきますからね。
ということで今回、ワクチンね、いろんなワクチンを打ってきた身で、今回新型コロナに関しても語らさせていただきました。まあこれからですね、やっと海外にこれからまあ行けるようになってきますので、ぜひともね、皆さん、もうちょっとの辛抱だと思っていただければと思います。その中で、明日の夜9時から生配信させていただければ、ぜひともね、お時間ある方は来ていただければと思います。その中でいろいろお話をさせていただければと思っています。